この道与とて、鎌倉の恩寵を受けた一人、何も政変を好むものではないが、悲しいかな、天運循環の時至るか、北条殿の世も、早末かと見透かさるる。高時皇后一代と申し上げたいが、ここ数年も心もとない。道与の瞳は、高氏の瞳を捉えて離さない。横にはまた、息を詰めて、彼の顔色を見澄ましている時左近の毛穴から立ち上る殺気があった。慌てない、みじろぎも危険である、と考えてか。高氏は、乾きを覚えた唇も示さずに、じっといた。すると道与の方のほくろがにやと笑ったと思うと、高氏の瞳から瞳を外した。ははは、ご迷惑かな。かかる心を許したるお話は。いや、ご寝釈なく。かもうまいか。お互い地方の守護たる身、など無関心には。さもこそ、お互いは若い。たぐり込むような語気と、その体が持っていると言える妙な吸引力とが、高氏には、ぬらと、自分の生き肝に触った気がした。いちいち上げてはきりもないが、道与はさらに、鎌倉の非正や、腐敗ぶりを数え立てた。武家幕府の機関である武家すらも、心ある者は、皆離れてゆくと説いた。特に、高時の行状に至っては、他年自分が禁じして、目にも見ていた実例を挙げて、その暗愚さを、まるで、苦にも劣るように言った。今更何の、驚くほどなこともない。北条幕府の末や、非正は、世の周知である。と、するかのごとく、高氏の眉が、びくともしないのを見ると、時どの、ここら辺で、御辺の胸も、と、道与は、ことを横へ譲った。待っていた唇である。時左近頼兼は、あたりを見回した。目も充血している。こと漏れては一大事、かつは恐れ多い。高氏殿、誓って、ご他言なきように。喉の辺を出し切れぬ小声や、その罠なきざまを見ると、高氏はかえって、冷静になった。